はい、どうも、はじめまして、グリと申します。今日からゲーム実況始めていこうと思うんですけど、ご覧の通り、ゼルダ無双やっていこうと思います。これもうほとんどもうやってしまってて、これどうしようかなっていうので、難易度を、辛口っていう、かなり難しいらしいんですけど、それがあるんで、それをちょっと一から全然やってなかったんでやっていこうと思います。かなり結構グダグダになるとは思うんで、その辺はご了承ください。では行きましょう。で、これ簡単に説明すると、そのモード、レジェンドモードっていうのが、ストーリーでフリーで、アドベンチャーっていうのがなんかマップがなんかふにゃってなってて、それを攻略するっていう、ちょっと後で、機会があればやります。で、チャレンジモード、なんかなんていうのかな、いろいろ、その条件があって、それをこうクリアしていくっていう、よくわかんないです。で、ギャラリー、これ、ギャラリーです。で、環境設定、難易度とかの設定ですね。で、今回やっていくのレジェンドモードっていうやつで、これやっていきます。で、一応これのなんていうのかな、ここで、辛口って、優しい、普通、難しい、辛口っていうのが、辛口全然何もやってなくて、これを今回やっていけたらなと思ってるんで。で、一応そのキャラクターとかの紹介とか、どういうゲームなのっていうのは、省きます。これ今回それやっていくのもいいんですけど、それちょっと正直めんどくさいっていうのがあるんで、とりあえずもう早速もうやっていこうかなと思います。で、ハイラル平原、多分リンクかな、リンクですね。でも結構やっちゃってて、もうレベル124っていう、これ高いのか低いのかよくわかんないんですけど、マックスでも200あるらしくて、全然ですね。で、一応じゃあリンクで今回やっていきますんで。で、もう多分どれ選んでもいいんですけど、このマスターソード、これかなりチートな感じの武器になってます。で、このチートを使っていきましょう。飛ばします。で、一応これムービーハイラル王国に襲いかかるいらないでしょ。あんまりね、ムービー見たいっていう人は多分他のなんか実況者さんとかが多分見せてくれてると思うんで、そっちで見てください。ハイラル軍が苦戦、とりあえずなんか魔物が迫ってきて、それを訓練兵たちにも届いて、なんとかしようみたいな感じのゲームです。多分これあれっていうか、俺難易度変えた？ちょっと待った、変わってない。ちょっとカットします。はい、戻ってきました。で、これちゃんとね、これ見てください。辛口になってますね。一応これでいきますんで、で、まず、最初のステージなんで、これ問題なくいけるでしょということで、とりあえず適当にちょっとやってきます。ハイラル城ですね。ハイラル平原、ディズニーランドみたいな。で、これコスチューム、ダウンロードコンテンツっていうやつで、普通、リンク、緑の、当然当たり前なんですけど、
まあ、それ着てるんですけど、まあ、それを、まあ、着替えさせられるっていうか、でこれなんか有料なんですけど、あの買っちゃったんですよ、オールパックっていうの。でなんか結構高かったんですけど、まあ、これがちょっと今お気に入りでちょっとそのままになってましたね。で次は普通のリンクにするんで、今回ごめんなさい、ちょっとこのまま行きますね。でとりあえず、まあ、わらわらいるんで、これを、あ、そう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 、あ、じゃあこういうムービーは飛ばさないでいきましょうか、戦いの最中の、うん、多分そんな長くないんで。でも強いっすよね、マスターソードでこれしか食らわないって結構きついのかな。まだステージ1なんですけどね、弱音吐いてる場合じゃないですよね。とりあえずじゃあ点を取そうと。で、あの今の黄色いやつ、あれ取るとその左のゲージ、必殺技ゲージっていうのが、で、まあ、3本黄色いのがあると思うんですけど、まあ、それが溜まってきます。で、まあ、必殺技、まあ、誰もいないんですけど、ここでちょっと一回やろうか。大回転切りですね、リンクの場合は。うん、かっこいい、素晴らしい、すごい勇者。で、まあ、こんな感じで、まあ、その必殺技、まあ、結構無双系ってこういうのあると思うんですけど、まあ、それがあります。なんか言われた？来ました、バルガさん。これ多分オリジナルのキャラですよね。でこの今上に出たなんか変なメーターみたいなやつ、あれはなんかキャラクターがなんか攻撃した後、隙がある攻撃の場合、ああいうのが出てくるんですよね。でこれを攻撃で削るとこの強い攻撃が出るっていう、まあ、仕様になってます。まあ、これ下手くそなんで結構強いですね、強いわ。あ、倒した。めっちゃかっこよくなかった今。じゃあなんかダークリンクでなんか悪者みたいになってたけど、すげえかっこよかった。なんかバルガさんのあのうんみたいな、あれがめっちゃ面白かった。いやーいいね、やっぱりゼルダで、なんかなんだ、小学生ぐらいの頃なんかやってたゼルダの伝説、なんかドキドキ感というかワクワク感をなんかね、蘇らせてくれるよねこれ。で、まあ、んなことはどうでもいいか。でとりあえずここなんか緑の輪っかがポロンポロンになってるんで、まあ、こいつを倒せということみたいなんで。いや、ちょっとさっきの絶対惜しいね、あの普通のリンクだったらめっちゃかっこよかったのに、なんかただのなんか悪者同士みたいになってた、ね、ダメや。バイモン。あ、で、これストーリー上で結構その左上に爆弾とか
あると思うんですけど、まあ、これストーリー上で撮れるんですよ。で、もう全部撮ってあるので、だ全部その宝箱が普通のなんか建築りのやつなんですけど、普通は結構ここ豪華な宝箱を置いてあって、まあ、このアイテムこれが取れるっていう感じなんですね。で、まあ、こういうなんか謎解きもあったりするんで、まあ、結構ゼルダ好きな人とかは楽しいのかなと思います。でなんか×印が出てるんでこっちに行って、っていうかなんか地図の真ん中なんかホワンホワンしてますね。あれちょっとダッシュで、そうこれダッシュがあるんで移動もめっちゃ楽なんですよ。あ、ここゼルダか、ゼルダ姫を助けろとということね。うん、リンク強いよね。もう辛口、まあ、体力は高いんだけど、なんかそんなに敵があんま強いっていう印象はないのかな。うん、数が増えてるのかな、よくわかんないんですけど、まあでも多分徐々にそのステージ進んでいくと強くなってくるのかな。てかこれゼルダ助けたのかな、これね。いいんじゃん、絶対ゼルダ普通強いでしょ自分で。なんかね、スマブラとかでも出てるしね、だから絶対助けなくてもいいと思う。あ、ここの鳥で、まあ、どんどんなんかそのなんだ、もうサクサクやっていくのに、もうミッションが出たらそっちをもうどんどんやっていくっていう、まあ、そういう感じで進めていくんで、なんかあんまじっくりやっててもね、時間ばっかかかっちゃうんで、でここある程度倒すとその砦ボスっていうのがこんな感じで出てくるんですよ。でこいつを倒すと、まあ、ここの砦を自分の軍の砦にできる。これやっていくとなんか、あれしまっちゃった。これやっていくと、自分の仲間たちが強くなったりとかするみたいなんで、極力砦は取った方がいいんですけど、まあ、ここも取ります。え、今めっちゃ食らった。星じゃねえや。ハート3つも食らったよ。ちょっとなんか嫌な予感がする。OK。で、ここを、あれ？どこだよね。ここ OK なんで、泉に向かえと。ゼルダを追っかけ。うわ、なんかめっちゃいる。そう、この回転切り、ほんと強くて、これだけやってても勝てんじゃないかっていうぐらいのもうレベルなんですよ。ゼルダを進ませないといけないってことですね。で、まあこの拠点も落とします。 OK。 あ、ここ爆弾で壊せと。おい、投げすぎでしょ。こうじゃないの。あれ、来ない。あ、こっか。あ、違うの。あれ、おおおお、オッケーオッケー。こういうのも取った。いらない。はい、オッケー。これで魔法陣を使うと来ました。うん、
ぽいな。まあ綺麗なのかどうかはよくわかんないけど、まあ能力的にはすごいよね。500人とか書いてあったね。しかもほとんどいなくなっちゃったっていう。これで結構そのステージ、まあ、いろんなステージで、まあ、このなんか妖精、大妖精に力を借りるっていう場面があるんですよ。でまあなんかその演出もちょっと面白かったりするんですけど、まあ、今回まあそうですね、あんまりでも、って話してるとこうやってボスが出てくるんですよ。でこいつを倒して多分終わりなんで、多分こいつバーンってなるんですよ。バーンって、あれ、おうおうおお。で、まあ、こういうボスが結構いるんですよね。で倒し方がそれぞれあって、こう口開いた時にゴムを投げるとまあ、美味しくいただきました。でこうまたメーターが出てるんで、まあ、これを削ってあげると、あんま普通の攻撃だと全然食らわないんですよね、ボスは。なんで、まあ、ここを削ってあげないと、まあ、普通に攻撃しても倒せるは倒せると思うんですけど、まあ、でもあれ、なんか固まってる、どうした、どうした、どうした、おお、なんかあれ、なんかよくわかんないけど、今ボム食べてないのかな、よくわかんないけど、まあいいか。でまあこんな感じで、こうやってボスの時だけ、まあ、少しだけちょっとモーションが違うんですよね。でそれもまた結構かっこよかったりするんですけど、まあ、基本的にこうやって倒すのはそのボムを使うっていうところですね。ちょっとこいつ開かないときとかあったりするんで、これランダムなのかな、よくわかんないんですけど、でもここを削ってあげるっていう、これがここでまた一気に削ると、なかなか強いですね。結構ね、これ難易度が低いとなんか一発で死んだりするんで、そう考えると強いのかな、これ。なんか攻撃を受ける自信、あのなんか勇気がないんで、このままどのぐらいいくのかわかんない。これで一発で死んだらなんか笑えないんで、このままもう一気に倒してますね。オッケー。まあこんな感じで、まあ、そのミッションがいろいろ出てきて、まあ、最後のボスを倒すと終わりっていう。ん？あれ？ゼルダ様？ゼルダ様、さっきここいたよね。ご無事だと思うが、お前の力が必要だ。勇者となれ。怖い。じゃすいません、ここ飛ばします。いやてか本当にちょっとさ、そこ名シーンなのに、そうこの服だったらめっちゃ良かったのに、本当残念だったね。まあ俺の責任なんですけど。
まあ、でも辛口、あ、ちなみにその難易度辛口だと、まあ、その合計値、その、まあ、ルピーですね、がルピーというのはまあお金ですね。でお金がまあその2倍になるよっていう、まあ、最初のステージなんでそんなもらえないんですけど、でもこういう武器、あと獲得素材、素材で薬を作ったりできます。まあ、そういうの細かいのも、まあ、ちょっと徐々にやっていこうかなと思ってますんで、まあ、今回とりあえず1個クリアしましたよっていうので終わりかな。で OK ですね。襲いかかる闇、辛口チェック入ってますね。でこれを全部ちょっとやっていこうかなと今後思ってますんで、まあ、本当なんか今回みたいななんかちょっとめっちゃグダグダな感じになっちゃうと思うんですけど、まあでもそれでもいいよっていう方はできたら一緒にやっていけたらなと思ってますんで、まあでも途中途中でなんかその番外っていうか、まあ、そういうのでこのアドベンチャーモードだったりとかチャレンジモードっていうのもやっていこうとは思ってますんで、まあメインはこっちですね。でまあ今度はオルディン火山シーカー族の青年序章ですね。これをやっていきたいと思います。じゃあまあ今回はこんな感じで、まあ、本当グダグダで申し訳ないんですけど終わりにしたいと思います。ではまた、ありがとうございました。